超可愛いですよね。もうお気に入りで5年ぐらい使ってるんですけど、なくしてもちゃんと返ってくるんですよね。すごい傘だなぁ。と言った数分後、この傘はバースに置いてかれました。そんなわけでうっかりの極みでございましてですね、私はもう大事にしていた傘をこのバースに置いてきたので舞い戻ってきました。改めまして寿美奈子のパンパンマジ寿ということなので、そのね傘を置いてきたであろう、サリー、名前なんだけど、サリールンズっていうレストラン、ちょこっとさパンケーキみたいなスイーツを食べてるシーン、以前のバースの動画であったと思うんですけども、あそこで置いてったようなんですね。で、電話したんですよ、事前に。で、電話したら、あるよって。で、じゃあちょっと送ってくれないかなっていうふうにお願いしたんですけど、まあ、そういう着払いとかがこっちはないみたいなのかな。なので、送ることはできないけど、ちゃんと大切に保管しとくからっていうのを、大事なことなので2回言われました。なので 今日はそれを取りに。そして、本当にこのサリーさんのところのパンケーキみたいなバンスっていうのかな、本当に美味しかったから、傘置いてきちゃったけど、もう一回食べれるんだったらいいかなって思ったところも正直あったので、やってまいりました。はい。なので今日は、まあ、その傘をピックアップしつつ、そのバンズをね、以前の動画ではさらーっとしかご紹介できなかったので、食べてる様子もお届けできたらなというふうに思いますので、チャラマジことぶき。ただいま、サリーさん。ということで、ここは1680年から。あるカフェなんですね。いや、本当はミュージアムもあるんですけど、今はやってないみたいなので、食べるのだけしたいと思います。ここ自体は1482年なんだけど、サリーさんはここに1680年の頃住んでたと、そういうことだそうです。お店は2階もあって、本当に古い建物なだけありまして、すごい状態ですね。おしゃれと狭間でございます。マジことぶき。やってました、ミュージアム。嬉しい。行ってみます。おお、びっくりした。 こうやって作ってたよってことなんだ、サリーさんがね。わあ、リアル。釜に入れて焼き上がってるのと、スープを煮込んだりしてる場所もあったり、なんかジブリの世界みたいな感じですね。すごい。ここを過ぎるとショップと、ちょこっと昔のものが残っています。お茶やジャムバッグなどがあります。マジことぶき。早速お店の中に入ってきたと同時にやりましたよ、傘をゲット。帰ってきた、おかえり。マジことぶき。はい、ゆっくり見てみるとですね、本当いろんなメニューがあるんですよ。これ、この間食べてすごい美味しかったやつ。こんな安いんですよ。5ポンドとかで、たっぷりお腹いっぱいになるものがゲットできる。他にもケーキとかもね、いろいろあるんですけど、もちろんランチとかステーキとかそういうのも食べれるんですけど、コーヒーが、紅茶かな。だって紅茶こんなに数あるんですよ。で、この値段、やっぱりね、ロンドンって高いんだなって思います。
紅茶もいただき、そしてバンズもごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかった。もう言葉にできないぐらい夢中で食べちゃいました。本当に美味しかったです。というのもなんか日本でよく食べてたイギリスパン、よく言うロンドンブリティッシュパンっていうやつなのかな、それと一緒なのかな、詳細はわからないんだけど、私にとってすごい懐かしい味がするんですよ、このタリーさんのパンの味が。で、私は地元神戸に住んでて、で、20歳の頃に発売させてもらった稲子道っていう本の中にもね、掲載させてもらったんですけど、よく行ってるパン屋さん、丸井のパン屋さんっていうのが板宿にあって、元の話その、丸井のパンで食べたイギリスパンのもちもち感とかふわふわ感すごいそっくりでめっちゃ美味しかった。で、実家でもその丸井のパンのハードトーストに、バターを塗っていちごジャムつけてよくやってたんですよ。だからそれとね、似た味がしたなと思って、なんかね、懐かしい気持ちになれました。だから結構バターがしっかりかかってるので、なんかそう思うとプロテクトクリームそんなにいらなかったかなというふうに思いました。ただ結果的に私はクリームティーを頼んだんですね。バンとこのお茶がセットになっていて、8ポンドちょっとかなぐらいのトータルの方が安いよみたいな感じで、お姉さん安いとか、簡単だよって言ってくれたのでじゃあそれでみたいな感じでクリームティーに変えたんですけど、クロテッドクリームもそれにはね当然のようについてるんですけど、なくても本当に平気だなっていうぐらいしっかり濃厚な味わいになってました。だから私1杯目この紅茶をミルクティーにしたんですけど、ミルクなくて普通のこのブレンドティーだけで飲む方がもしかしたら濃厚なパンとあっさりした紅茶の行ったり来たりですごい楽しいなっていう風に思ったので、2杯目からはそのような感じでチェンジしていきました。で、このブレンドティーが入ったこのポットで3杯飲めましたね。すごい堪能できたので超リラックス。本当に空間も気持ちいいし心地よいし、でちょっとずつ私がお店に入った時は2時前かなとかだったんですけど、今で3時前とかなので、そうするとちょっとずつ落ち着いてくるので、もしいらっしゃる際はお昼時を狙うっていうよりかは、もちろんお昼のパンとかも美味しいんですよ。お昼のパンを食べてる方々を見てて、うわーこれ美味しそうなサーモン乗ってるとか、なんかこう炒めた野菜とか乗ってて美味しそうっていうのはいっぱいあったんですけど、ちょっと時間をずらして2時過ぎとかこの3時台に来ると結構ねお店が空いて落ち着いてお店を楽しみやすいかなというふうに思います。マジことぶき。はい、そしてなんと言っても求めていた皆さんも帰ってきたのでこれで一安心です。ということで今回の動画、再びバーフ解放そして私の傘を取り戻し、もう大好きになったハリーさんの番を食べるというなんとも不思議な旅にお付き合いくださりありがとうございました。今回はこの辺でことぶき2号のファンミンのマジことぶき、バイバーイ。